どうもどうも、Vレンジだよ。さて、プロセカ実況の方なんだけど、基本はこの人と一緒にやっていくよ。スミレコさん、出番だよ。はいはい。はじめまして。私はウサギスミレコ。泣く子も黙る本物の超能力者よ。ということで二人揃ったことだし、早速本編に移るね。初のプロセカ実況、記念すべき一曲目はこれ。あれ？あの、気持ちがいいならいいんだけど、マスター37って書いてない？マスター37って書いてるね。まさかマスターの、もちろんやるよ。君の寒さで頭いかれちゃった？いや、やる分には別にいいのよ。でもさ、うまいわけでもない虫のプレイヤーに課題が完了だね。ちゃちゃっとマスター解放。ちなみにカットしてるけど初見では解放できなかったよね。完璧だったな。ちょっとちょっと、それは別に言わなくてもよかったじゃん。こう言わないと捏造し放題じゃないの。さあさあマスター初見でやってくよ。本当にやるつもりなのね。この回復5枚編成で、マスター37よ。開幕数十秒でライフが0になるところまで見えちゃってるわよ。もう、ものは試し。やってみないとわからない。さようでございますか。まあ、一般人が初見でマスター37をやったらどうなるかわかる動画にはなるんじゃない？お、始まった。さあさあ、どんな譜面になっているのやら。大方どうなるか予想はつくけど。あれ、意外と簡単。なわけないよねー。わけわかんねえ。知ってた。なんか放心状態になってる人いるからオートで見直してみるか。おっと、私たちがいると邪魔だなこれ。私たち一旦消えときますね。最高レベルってだけあっていろいろすごいことになってるわね。最初の最初こそ簡単だけれど数十秒後には地獄。あとは3点以上同時押しと発狂と筋肉のフルコース。このくらいヤバい譜面がまだ2つも使えてるなんて。プロセカアルティメット。恐ろしや。プロセカってなんだ。ダメだ、レイが衝撃的すぎて虫が何かを見失ってる。回復攻撃、おい。は、
ごめんごめん、意識がワックワックポップしてた。意識がワックワックポップしてた。いや、どういう状況よそれ。こういう状況、キミ不明ってことですね。わかんます。よくわかったね。え、いや、合ってたのかよ。キミ不明なところで突っ込むのやめようか。突っ込んでないんだけど。ほら、この SE 使われすぎて過労で泣いてるよ。嫌いだな、ひどい。この子だって言ってるんだよ。効果音に何を言ってるの。ねえ、さっきから文字の自己主張が激しいんだけど。もう疲れた。もうそろそろ終わりにしよう。人生を。どうぞ。あ、はい。ということで、今回の動画はここまで。次回の動画も出たら見てくれると嬉しいな。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。